まとまりも大変だったと思いますし、まあ、名古屋に関してはコロナの影響で一時中断という、まあ、非常に環境としてはあまり良くない中での調整でしたよね。さあ蹴るのはマティス、マクボールがあります。ここはお手前にやりきた。酒井が移籍後初ゴール。移籍後初ゴールは古巣相手突戦から生まれました。これそうですね、はい、酒井の前、そうですね、はい、まあそこに入っていって、まあ、基本的にあとはマテウスがどこに合わせるかっていうところでの、やっぱ狙いだったと思うんですけども、そこに入ってきたボールに対して高さのあるチアゴ、そして酒井がゴール中央ニアに走り込んで、ここは変化をつけて稲垣、ポストに当たった、クロスバーに当たりました。まあ、前にいる選手たちが比較的早く入り込んでここのスペースを空けて、はい、まあ、そこへ流し込む。さあレオシルバから縦パス、ワンタッチで先頭相馬です。中にマテウス、そのファーサイドに酒井、マテウスの左足、走ったパクリーグ。この時間帯多いですけども、あとはシュートにどう持っていくかですよね。はい、はい、先ほどの場面ですけど、まあ、マテウスがうまく、まあ、寄ってきて距離詰めてきて寄って、はい、まあ、自分がフリーになったことを、まあ、確認して、まあ、ここはサイドを変えます。島川から右のワイド、イーノワンタッチ、菊池から縦、さあ入ってくる、うん、イーノのクロス、あフリーだ、こぼれてシュートでいった。福田が決めました。移籍後初ゴール。3年ぶりに鳥栖に戻ってきた福田が、いやここ右で、まあ、ワイドに開いておいて、空いたスペース、背後のスペースうまく、まあ、ワンツー気味でこう崩していって、まあ、藤井のクロスをしっかり、まあ、コントロールして、あ、またの間抜けたんですかね。で藤井の足にも当たってラグラックちょっと取れなかったですね。まあ、ボール追いついてましたから、酒井、まあ、もこう抜き切らずに今やっぱミドルシュートっていうのを選択しましたね。はい、さあ相馬、中谷が上がってきています。来た酒井の両親、ナイスキーパーパクイリグ、まあ、そこ選択しても面白かったかなと思いますけど、ただここはピンポイントでこのニアサイド、うん、中谷も行ってましたね。中谷に行ってましたね、はい、ああよく見てましたね。サイド見てました。ここでクロスが入っていく、先頭の前、なんとか書き出していきました。まあマテウスがここよくね、酒井がこう中を引っ張ったところ、ジュエンを引っ張ったところのスペースで稲垣が上がってきて、小野が蹴ります。Like, subscribe, push notification.